ックス好きだね。うん。あの、私結構、その、うん、秋っぽいんですよ。だから、秋っぽいし、ハマるかと、ズンってハマるから、わーって好みはね、結構変わるんだけど、ホークスだけは、続いてて、グッズまで作った。だから、すごい。すごいね。確かに。マジですごい。会う人会う人にこれ自慢してんの。これさ、あの、ホークスのホームページに行くと、これが見れるじゃん。だから、この間ユーマに会ったからさ、ユーマ見て、これホームページっつって、こうチチチチチチチって携帯でこうやって見て、お、今、なんか知ってる人いませんでしたかって言って、正解は、姉さんでしたっていう遊びをしました。そう。その間、ユーマともね、2月ぶりぐらいで会った。そう、なかなか会う機会が なかったんだよ。私めっちゃ気をつけてたから、本当に。コロナ。だから、ほんとライブの間とかずーっと会わないようにしてたんだけど、この間久しぶりに会いました。楽しかった。はい。